JPCA 先行委部会キャリア支援部門プレゼンツ海外に行きたい家庭医療る海外のキャリア大学院編キャリア支援部門では総合診療医の多様なキャリアを専攻医へ紹介しキャリアの選択肢を広げるために活動していますお送りするのはキャリア支援部門の田中逸美と小口真澄ですよろしくお願いします今回は海外のキャリア大学院編ということでイギリスで家庭医療を学ばれた あと、こう先生をお招きしております。加藤先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速、あの先生の、まあ。今までのキャリアについて、お話しいただきたいかなと思います。はい、えっ、ー、と、出身は帝京大学です。で、初期研修は、えっ、ー、と、北海道の室蘭市にある。日光記念病院っていうところで。 えと今北海道家庭医療学センターというところがもともとあった病院ですね。で、そのっ、えー、とに北海道家庭医療学センターで専門研修とフェローシップをして、でそれから、えー、福岡の方に行きました。そのっ、えー、とは、九州大学の医療経営管理学というところで、えーとまあ、少し経営とか経営医療経済とか政策の 研究をする、えー、期間があって、えー、その後しばらくしてからあの、エジンバラ大学の家庭医療学修士課程に入って、えー、と2023年の10月に終了しました。大体そんな感じです。はい、ありがとうございます。今のご所属はどこになられるんですか今ですね、マドカファミリークリニックっていうところで、も、えー、ともとはあの丸山泉先生あの、プライマリーケア連合学会の前理事長の。 山泉先生がされてた医療法人に、まあ、入職したんですけれど、今、ちょっと、えー、母体があの変更というか、移、え、管、ー、されて、えー、天神会という法人の中の、まあ、一部門のクリニックで働いています。ありがとうございます。早速、まあ、この大学院進学に興味を持ったきっかけであったりだとか、まあ、時期とか。 そこをどうやって選んだのか、あとはどうして海外にしたのかっていうところもお聞かせいただけますか。はい。えっとまずはその九州大学にでですね、あの医療経営管理っていうのをちょっと勉強したんです。で今あの院長としてクリニックの院長として勤務してるんですが、最初はそのえっとまあ、実務的なことを学びたいっていうつもりで入ったんですが、あの入ってみると結構あの研究職の強い大学院で。 そこで初めて研究に触れたというのが、まあ多分最初のきっかけで、で、そこから、あの、少し学術的なことをやりたいなと思うようになって、で、そこから、まあ興味を持っていったんですけれど、えー、英語が特にできるわけじゃなかったんで、あんまり海外の大学院っていうのはもともと考えてなかったんですけど、あの、論文指導をするときに、 いろいろですね、査読の対応が大変だったりとか、もっと、えー、勉強したいなと思ったときにあの、ハーバードのハーバードメディカルスクールの,あの、えー、研究入門コースみたいなのが、あの初めて沖縄で、えー、開催されますということで、2018年だったと思うんですけど、でそれに、まあ、ちょっとしたあのきっかけがあって、参加させてもらうことになって。 でそこで初めて結構英語あの読んでるだけだと全然使えないなっていうのが分かってもうちょっと英語の勉強もしたいなって思い始めてそこから英語の勉強も少しするようになりましたで最終的にはあの、えー、日本にもいろいろ博士課程がそあると思うんですけどあの何ていうか家庭医療学学問としての家庭医療を研究指導してくれるところって どこなんだろうとか思った時にあ,のあんまり自分の中では思い当たるところが見当たらなくてじゃあ博士課程に行きたいですかって言われた時にあんまりそういう、まあ、前向きな何ていうか気持ちが自分の中にいなかったので、えー、まあそれならその家庭医療学っていうのを教えているところで、まあ、学べるといいなと思って、えー まあ海外だとですね、一応学問として家庭医療学を教えてますっていうところも多いので、あのーまあ、候補に入ったと。で、その時にウエスタン大学、あのカナダのウエスタン大学ですね、日本だとあの草場鉄秀理事長ですとか、えーまあ、い,いろんな先生があの修了されてますけれど、えー、ウエスタン大学とエジンバラ大学、スコットランドのエジンバラ大学の2つがあったんですけれど、 えっとまず学費がウェスタン大学高くてですね、<laughs> あのえー、っと自分の,そのなんというかポケットマネーで行くにはちょっと高いなっていうのと、年間2週間現地に行かないといけないっていうことがあって、ちょっと院長をやりながら、あのそのスケジュール取るのは難しいなということで、えーまあ、いろんな巡り合わせもあって、ジンバラ大学の方を選んだという、まあ、そういうようなプロセスですなるほどありがとうございます。 まあ、九州大学で学でばれたやっぱりそこがなんだろうな海外に目を向くタイミングだったというかなんかここだった理由みたいなのはあるんですかえっとですねえー、多分いくつかあるんですけど一つはそのハーバードのやつに行って、うん、少しあもっと英語を勉強したいなと思ったんですよでその後に、えー、っとに糖尿病のディプローマっていうのがあって でえー、とそれはですね、ォ、えーえー、ーリック大学っていうところで糖尿病のディプロマっていうのが取れるよっていう1年間のコースがあって、それも構造的には同じなんですよね。うん、そのエジンバラでやってたようなやつとあのディスカッションボードっていうのに書いてオンラインのチュートリアルっていうのを出て、えー、っとエッセイを書くみたいな。で、それをやったので、あのあこんな感じで進んでいくんだって。 ヨーロッパのというかイギリスとかの大学院こんな感じで進むんだっていうのが大体分かったっていうのが一つと,えっと実際にエジンバラにいたよっていう人が周りにいてですねえっとえ僕の先輩だと宮地純一郎先生が実際エジンバラに1年いてえっと医療人類学を勉強されていたし えっと大石愛先生が博士課程、エジンバラで博士課程に入られて修了されてたので、それぞれの方にちらっとどんな感じなんですかっていうのを聞かせてもらったこともあって、エ、えー、ジンバラがちょっと身近に感じたというのがあって、うん、あとはそういうので、そのウォーリック大学もイギリスだったので、アイルランドなんですけど、えー、っと この辺がいろいろあって、じゃあカナダに今から行きたいですか <laughs> とかいろいろ考えたときに、いや、どうせだったらもうこのままイギリス系の方が、あのー、まあ知ってる人もいるし、いいなと思って、うんえー、そっちにしたっていうのがあるんですけど、あのー、でも大学院、そうですね、入れるとあまり思ってなくて、あの英語全然やってなかったんでですね、あのー、 入れると思ってなかったんですけど、えー、と,とりあえずあのやってみようって思って、えー、受けたら一応入れたのでっていう風にイングリッシュクオリフィケーションテストって TOEFL とかありますよね IELTS とかああいうのがなくても入れたコースなんですよそのハーバードとかウォーリック大学のは、うん、えと英語の能力証明しなくても入れてもらえたんでうちはあの あんまり支障なかったんですけど、エジンバラはあの英語能力の試験なんか受けないといけないっていうって、<laughs> 対策したことないけど大丈夫かなと思ってたんですけど、な、ま、ん、あ、とか入れてですね、そんな感じでしたどれぐらい対策されたんですかえでもですね、その要はその、えー、っとディプロマを取って、取ってからエジンバラの、えー、っと受験までが3か月ぐらいだったんですよね、確か。 でえー、っとそのウォーリック大学のその人たちからはウォーリック大学のそのディプロマの後のマスターっていうのがあるからそれに行ったらいいんじゃないって言われたんですけどその時にあのまあ英語を学びたいっていうのもあってそのディプロマの,のコースに入ったんですけどあのじゃあ糖尿病のマスターになりたいのか って考えたらいや別にそういうわけじゃないなと思ってでもともと家庭医療学が勉強したいって思ってたのであのちょっとさっきも話題になりましたけど博士課程に行って何かの研究しても中身が結局その臨床疫学だったりその家庭医療学を研究しましたってことに本当になるのかなっていろいろ思ってたので、まあ、それならあのエジンバラとかレスタンとかどっかそういうことところで勉強したいなっていうのが。 ちょうどいろいろ重なってそういう流れになったっていう感じですねうん、うん。じゃあ結構そのディプロマとかで鍛えられたっていうのはありそうです。ディプロマに行ったんでなんとかそのエッセイめちゃめちゃ書かされるんですよ。でそれではなんとかなんとか入っても多分なんとかなるかなってその時に思ったのでディプロマ受けたのは良かったなと思ってます。うん、うん なんかその他の、えっと、インタビューをさせてもらった先生もその周りにそういう経験をした方がいてなんか話ができてイメージがついたっておっしゃった方が他にもいらっしゃってまあ準大学院じゃないですけどそのなんか少し短めのオンラインコースでちょっとその自分の例えばお仕事とのバランスを見るとかなんかその英語で実際にこう書き物が結構あるっていうのはやっぱり アウトプットって日本人苦手だと思うので、なんかそういう、こう、はいプレ、プレコースではないですけど、そういう体験ができるのって、なんかすごくいいなと思ったんですけど、そうですね。いうコースって、先生、どうやって探されたんですかいや、それもですね、えー、っと、探したっていうか、ほとんど、あの、な,なんて言うんでしょうね、えー、っと、巡り合わせみいたいうなんですけど、ハーバードのやつは、ちょうど後輩の論文指導みたいなのをしてて、 査読対応でちょっと行き詰まってた時だったんですよね。でその時は、えー、っと僕医療経済系の研究してたんですけど普通の何か「ホーと研究かんか」がテーマでここと研究そのもののなんかツッコミみたいなのが結構あったので、うん、あのちょっと査読,読の対応があの一筋縄でいかなかった。 で,すよ、ね、でもうちょっとその研究全般の勉強をしとかないと査読対応難しいなと思ってた時に丸山泉先生が当時の僕のボスだったのであの丸山先生宛てにハーバードが今度日本でそういうコースをやるから、あのー、興味のある人いませんかっていうメールが来たんですよ。でこんなメール来てるけどどうだっていうようなのを丸山先生からメールいただいて。 あそんなのあるならちょっとやってみたいですってことで、あのまあ、それで知ってい、えー、くことになったのと、うん、糖尿病のディプロマはあの、そういうオンラインで学ぶっていう、そういうコースがあのもっとプライマリーケア領域であの発展させられるんじゃないかっていうような話があって、えーっとまあ、テ,ステスト的に <laughs> 日本であのそういうのを受けれるように。 何人かモニターみたいなのを募ってやってみようっていう話になっててその時にあのどうですかってたまたま話をいただいたんで、うん、あのあモニターでってことでやらせてもらえるんならやりますって言ってやらせてもらったっていう感じだったのでなんでしょうねタイミングよくあの、まあ、なんか声をかけてもらえてその辺は進んでいったような感じですね。なるほど なんか先ほどあの大学院の,その入学の時のお話されていらっしゃったと思うんですの英語、一般的に大学院って多分7ぐらいはイエルツとかでいるようなイメージかなと思うんですけど、こ、はいはい、れに何かこう入学にあたって審査されることとか、何かこう特別試験みたいなものってあるんですか、はいはいはい、えー、っとですねいや基本的に書類だけで進むんですけど、入れる、入れないは。 英語の試験と、えー、っと、死、ま、亡、あ、理由書みたいなやつですね。パーソナルステートメントっていうのを書いて、うんうん、あと、レファレンスレターっていうのを僕は草場先生に書いてもらったんですけど。推薦状ってことですねそうです。推薦状をもらって、えー、っと、あとはこれまでの、なんていうか、えー、っと、大学院に行っているとか大学に行っているんだったら、それの成績みたいなやつを、うん、まあ英語で 提出して、えーまあ、そんな感じだったと思います、入学に関しては。なるほど、なるほど。多分でも僕が他にも受験したっていう、まあ、受験しようと思っている、あるいはしたっていう人の話を聞くと、ほぼほぼネックになるのはあの、その、イングリッシュ・コーリフィケーションですね、その英語の試験でなかなかその基準の点数に到達しないっていうことで、足踏みになることが多いように。 聞いていて、えーと、宮地先生もエジンバラ行く前に1年ぐらい準備する必要があったってお話を聞かせていただいたし、ねね、えと別にて今ちょっと準備してますっていう人がいるんですけど、その方も英語の試験がまだ基準に達しないのでっていうふうに言われてたんで、なんかそこがネックになりやすいように聞いてます。ななるほど それは日本でその英語の資格試験の点数を取るところの勉強に時間がかかるっていう形なんですか、ね、そういうことだと思いますね。うん、はい。アイルツはでも多分ですね、あの、えー、っと、6.5、6から6.5で多分入れると思います、マスターは。あ、なるほど、ね。はいうん。でもね、多分あの、 まだ大学院どこに行くかまでは考えてないけど、将来行きたいなと思っている人は絶対そこからまず多分取り組まれるかなと思うので。そうです,ね,そうですよね。そこがいっぱい時間がかかるって考えると、そこの準備は早めから早めに始めた方が多分いいんだと思います <laughs> いや。だから僕もその、ディプロマやってなかったら全然多分無理だったと思うんですけど、あのなんかたまたまヒアリングとリーディングはおおむね良かったんですけど、 やっぱスピーキングとライティングがもともとちょっとあんまり得意じゃなかったんですけどディプロマやったのでライティングはできるようになっててそれでどどううにかななったっていう感じですなるほど実際その大学院時代の働き方とかその時間の使い方とか難しいところもあるかなと思うんですが、はい、そこもお聞かせいただけますか そうですね。あの、えー、っと、その大学院の間は、その、えぇ、ー、八、まあ、週間で一モジュールみたいな感じで、えぇ、ー、モジュールを、あの、まあ、なんて言うんでしょうね。クリアしていって、まあ、進級していくんですよね。で、全部で、えー、っと、六から七モジュール、あの、クリアして、ま、負担になるっていうプロセスだったと思うんですけど、違うかな。年間。 えっ、ー、と、とにかくそのモジュールをこなしていくのにあたって、そのディスカッションボードっていうところで、なんかお題が出てくるんですよ。事例を見せられて、それについてどういうふうに考えるかとか、あのどういう文献を引用してあのコメントするかみたいなのを求められて、で、そこに書き込んだことに対して他の、あの、ええー、まあ、 同期の人たちがまたコメントしたりっていうのがあるんですけどあのそういうのもあればそれと別に、えー、とエッセイっていうのをか書かないといけなくてエッセイをパスしていかないとあの途中で進級できなくなっちゃうみたいなのがあってその時間を作るっていうのが結構大変だったのと,、えー、とやっぱりネイティブの人に比べると <laughs> もうそういうのを日本人の頭で考えて英語にしてるんで あのちょっと時間がかかるっていうのもあって、まあ、そこがちょっと大変だったなというのはあるんですけど時間はそうですねえー、っと隙間時間をこう積み重ねてあのちょっとずつ進めるっていうこととかあそうですね土日をうまく使ったりして、えー、どうにかやっていたっていうようなそんな感じですね。 作業時間としてその朝が多かったひ、昼が多かった、夜が多かったとかはどうですかえとです、ね、朝は毎朝1時間ぐらいはとってました。うん、あと夕方も30分から1時間とってた気がするので、まあ、1日1時間半はあの大学院関係のことに時間をされていたように思います、うん。それもフルタイムで働き、委員長されながらということですかねそうですね、はい。すごい。 ちなみにこのエディンバラ行かれてるというかその大学院の間に現地に行くことってあったんですか、はい、えっとですねえっとありませんでしたえっとエディンバラはですね年一回あのサマースクールっていうのがあってえっとそれはあの必須じゃないんですよ、うん、ででもあの現地で学ぶとより学べるよっていうことで、まあ、4日間か5日間ぐらいのサマースクールっていうのが一応あるんですけど コロナ禍だっていうこともあって、サマースクールを完全オンラインでやってくれてたんですよね。だから3年のうちの2年間はオンラインでサマースクールがあったんで、あのオンラインでそれでは出させてもらって、最後の1年だけあの現地になったんですけど、もうその時はもう、えー、っと、最後の課題というか、あのえー、最後のプロジェクトを書いて提出するっていう、あのそういう時期だったので、あのそれも行きませんでした。 あのあのいかな、完全日本にいながら修了できるっていうのが、まあ、エジンバラの、まあ、いいところか、ちょっと分からないですけど、ウェ、うん、スタンと違うところですかね。なんか先生の中で、その現地に行くタイプ、その,あの院長業をされてたということだったんですけど、そのはい、もしそれがなければ、例えば現地に行って、大学院にこうコミットするっていうところも、お考えではいらっしゃったですか。 いやもうそこはですね純粋にライフプランっていうかそことの兼ね合いかなと思うんですけど僕自身は僕自身は何にも制約がなければ行ってみたいなって気持ちはもちろんあったんですけどまあ妻も子供もも <laughs> いますんでえっとまあそういういろんなことを考えた時に行ってまでやりますかって言われると行かないとできないんだったら多分行ってないと思うんですよね。 逆に行かないでもできるっていうものだったのが大きかったのとあとはその何て言うんでしょう僕大学の人間じゃないのでその学位を取ったりその研究をしたからといってその職位が変わったりしていくわけじゃないので「何で行くんですか?」って言われた時になかなか。 あの説得力のある、まあ、自分がやりたいからやってるだけなんですけどそれ仕事に必要なんですかって例えば誰かに言われた時にあの説得できるほど強力に何というかあの行く必要性を語れないなっていうのもあって、まあ、そんなこんなであの自分にとって程よいというか <laughs> のところだったのでジンバラがあの、まあ、それがちょうど、まあ、僕には良かったなと思ってます。 なるほど。なんかよくそのオンラインの大学院だと、その終了まで行き着くのが難しいっていう話を聞くんですけど、<laughs> あ本当ですかなんかその同期じゃないですけど、やっぱりその、この人いなくなったねじゃないですけど、上がれなかったねであったりだとか、あとはなんか、加藤先生自身がへこたれるときとか。はいはい はどうやってそのモチベーションの持ち方、その同期でドロップアウトした人がいたのかっていうのと、どうやってっ保っていたのか、どうでしたはい、はい、えっ、ー、とですね、同期でドロップアウトした人はいました。あのー、やっぱりえっとですね、3年あって、1年目で終了するとあのサーティフィケートっていうので、<laughs> 2>, 2年目で終了するとディプロマっていう風になって、3年間残るとマスターになるんですよね。で、やっぱディプロマで終えた人とかも、 いましたし、同期は3人か4人か途中であの脱落した人が確かいたと思います。で、えー、っとモチベーションはこれなかなか難しいんですけど、えー、っとですね。うんう 応援してもらうっていうのがなかなかなんでしょう、ね、難しいっていうか僕が好きでやってることなんであの例えば家族に「いやこれが大変なんだよね」って言ってもいやいや「あんたがやりたいっつってやってんでしょ」って話になっちゃうんでそういうことは家族にあんまり言ってなかったんですけど <laughs> えっとモチベーションはでもそうですねやっぱりその一個ずつ進んでいくたびに新しいものが見えてるような感じがしたのでその何というか そこに残り続けることが成長できることにつながっているんだっていう気持ちでいたのでまあそれがモチベーションといえばモチベーションなんですけどやっぱりそのなんて言うんでしょうねあっちは10月とかそのあたりがそのなんていうか楽器が切り替わる時ですけどこっちは4月とかですよね。なのでなんか4月すげー忙しいみたいな時になんかすごいいろんな課題が動いたりとかしてると <laughs>。 これはちょっと無理だな、みたいになることは確かにあったんですけど、えっと、毎週チュートリアルっていうのがあるんですよ。夜の、あれ何時かな。9時とか10時とかにチュートリアルっていうのが1時間あって、えっと、それは一応必須じゃないんですよね。あの、学位を取るにあたっては、その、課題、アサイメントっていうのをとにかくあの合格点でパスしていくっていう。 が求められるだけで、チュートリアルに出てたか出てなかったかっていう出席率をチェックされるわけじゃないんですよね。なので、本当に忙しいときは、そのチュートリアルっていうのを、まあ、サボるっていうか <laughs>、出席しなかったことも何度もありましたし、一応あの見たかったら後からですね、録画されてるんで、後からチェックするってことも可能だったので、あのー、そのときに割り振られてる課題の量とか、 現地っていうかこっちのですね日本の業務の状態に応じて少しその大学院に対するその課題以外のコミットをちょっと減らしたりとかしてあのバランス取ってたところはあるかなと思いますね実際その大学院で学んだことが今の臨床に生きてるなと感じる瞬間とかありますか、はい えっとそうですねその辺がですねあ,のあるんですけど、えー、っとその他の専門家というかあのスペシャリストの科だと、まあ、例えばあの心臓血管循環器内科とかだと循環器の知識やスキルって、えー、っと具体的な臨床にあの生きるものって結構あると思うんですよ。 なんですけどその、じゃあ大学院で研究したら、循環器で研究したら、循環器の臨床、えー、すごくできるようになるかって言われると、必ずしもそうじゃないと思うんですよね。でも、家庭医療って、そのケアをする、えー、ときに、自分がどういう人間なのかっていうことがどれくらい分かってるかとか、病んでる人っていうのはどういうことを考えるんだろうみたいなことがどれくらい分かってるかとか、 えーまあ、特定の環境に置かれた人はどういう体験をすることがあるのかっていうことがどれくらい見えてるかっていうことってあの実際にそこで行われるケアに結構影響すると思うんですよ。なのでその通常はその研究って臨床にその近い意味では直結しないことも多いと思うんですけどあの家庭医療に関してはあのそういったその、まあ、いろんなエッセイとか でまあ、課題も実際あったわけなんですけど自分はどういうことを実は考えてるんだみたいなことを、えー、掘り下げていったり表現できるようになることで、まあ、ケアに実際違いが出るような気はしてるんですけど具体的にはあの僕の外来に、えー、と検査をしても異常が出ないけど体が痛いっていう人が定期的に来てくださってるんですがその方に、まあ、どういう対応をしたらいいのか。 いうようなことを、まあ、ずっといろいろ考えていて、えー、とその終始の間も考えていて今もずっと考えてるんですけどその時のいろんな考える材料がなんか得られた気はしてえっ、ー、と最初はすごくその方の力に慣れてないって思ってたんですけど その幅広く学ぶことで自分ができていることが何なのかとかその方が外来に求めていることって本当は何なのかとかそういったことをいろいろ考えられるようになって、えー、どういうケアをするとその方のためになるのかっていうのをもう少し違う視点というか、えー、何でしょう痛みが取れてるか取れてないかっていうなんというか物差し以外でも考えられるようになったっていうのがあるのでそこがまあ多分 えとその修士で学んだからっていうことだけでそうなってるわけじゃないと思うんですけど、まあ、その影響は大きいのかなというふうに思ってますなるほど。ありがとうございます。なんかじンとする話でした。<laughs> <laughs> なんかうんとその大学院にこう行ってみたいってこの相互の診療家庭医療領域のその、まあ、医師が思った時ってあの家庭医療学とかあの公衆衛生とか あと医学教育とか結構そのメジャーな候補に上がりやすいものかなと思うんですけど、はい、その先生が特に家庭医療学っていうふうに選ばれたのは、どういうところがこう特にポイントになりましたかえっとですね、結局家庭医療学っていう学問を誰も教えてくれてないって思ってたんですよ。うん、で、僕はあの家庭医療学センターっていうところに入って、家庭医療学っていうのを学んだつもりだった たんですけどでもじゃあそれって学び続けてますかって言われるとその、うん、マクウィーニーの本読んでみたりとか、うん、えっとまあいろんな論文読んでみたりして自分で学んでいるつもりではあるんですけどやっぱり振り返ったりとかしてその意味付けをしていくのって一人だと結構難しいと思ってるんですよね。えー、っとやっぱり誰かと。 話したりとか、えー、何かその鍵となるようなのきっかけがあって深まっていくようなところがあると思うんでましてやその院長とかになっちゃうと、うん、あのそういうフィードバックをくれる人っていうのもちょっと減ってくるので、えー、フィードバック求められることはあってもあの自分にしてくれる人っていうのも減っていくのでその家庭医療に関して本当にちゃんと まあ成長していけてるのかっていうところが、なんとなくできるようになっちゃうっていうかですね、そこそこの年次になって、そこそこやってると、そこそこ当たり障りのないようには、こう、なんというか、帳尻を合わせられるようになってくるっていうか、なので、学ぶ必要性も感じなくなっていってしまうんですけど、やっぱりあの少しでもいいことを知っていきたいし、少しでもあの良いケアができるようになっていきたいというふうに。 思った時にやっぱり家庭医療学っていうのをもっとあのちゃんと勉強したいなっていうのがあ,の、まあ、あったっていうところが家庭医療学にしたところかなと。であのやっぱ博士課程とかもそのなんて言うんでしょうねえー、っと、えー、論文を書くっていうことがその学んだっていうことなのか っていうこととかも、まあ、それは誰かが読んで誰かの地になるかもしれないものなのですごく意義のあることだと思ってるんですけど、えー、っと最終的にはやっぱり論文を書くっていうよりはそのいいケアができるっていうことの方の軸足の方が大きいというかうん、うん、そ,そちらをよりできるようになりたいと思ってたので。 公衆衛生とかを学べばよりそのシステムとかいろんなことの理解が深まるんで、患者さんもよく見えるようになるっていうのは多分そうだと思うんですけど、もっとそもそも家庭医療のための家庭医療学っていうものがあるので、ああ最短距離で行ったら家庭医療学を学べばいいだろうって僕は当時思ってあの学んだんですけど、ただあのさっきちょっと話題に出てきた宮地先生っていう先生はあの医療人類学学,学ばれてて。 宮地先生とかとしゃべるとあの結局家庭医療学って医療人類学とか現象学とかいろんな学問から影響を受けて出来上がっているのであのやっぱり医療人類学を深く学んだ人と家庭医療の話をしてるとあそういうふうに見えてるんだっていうのはすごく新鮮な、うん、あの切り口がたくさんあるんですよね。だからその家庭医療学を学びたいって言った時に家庭医療学っていうことだけをやらなくても実際は多分もっと学べる。 方法とか、えー、見えてくるものあるんだろうなっていうふうに思ってて例えば哲学とかを勉強しても家庭医療あの,のケアに生きるだろうなっていうふうに思ってる面もあるんですけど、まあ、当時はちょっとそこまであの何ていうか他の学問を通じて家庭医療学に帰ってくるみたいな発想があまりなかったので、まあ、ストレートに家庭医療学に行ったっていうそんな感じですね。なるほどありがとうございます。 まあすごい個人的な質問なんですけど私も小口さんも、はい、あの海外にまあ興味がある部類の人間でどこかのタイミングで行きたいなと思っていて、まあ、小口さんはこの秋から行かれるんですけどアメリカにああなんか実際この女性医師が行くタイミングとしていつぐらいがいいんじゃないかなとか,なんか先生の中でアイディアあったりしますかえーっとですねあんまりこう っていうのはないですけど、あのー、行く機会があるんであれば、早いほうが、早いうちに行ってた方が、いろいろいいのかなっていう気は、個人的にはしますけどね、うん。早い方がっていうのは、後々に生きるからとかですかそれとも、そのスポンジ加減ですかえっと、いや、どっちもあるんですけど、 とりあえず多分先行医っていう期間を終えると、一通りの家庭医療の現場の臨床は見ていると思うんですよね。うん、で、そこでいろんな問題意識を持ったり、えー、そういう、なんて言うんでしょうね、えー、学びを吸収するために積んでおくべき経験っていうのは、とりあえず一通り詰めてると思うんですよ。うん、で、そこであの学んで、えー、その大学院とかで学んで、 また新しくあの経験ってこういうことだったんだとかって気づくことっていろいろ増えてくると思うんですけどえっ、ー、とそれがそうですねえっ、ー、と経験した時から時間がものすごく空いてるよりは近い方がいろんな棚卸みたいなのがしやすいんじゃないかなっていうのと学んだことは多分ずっと生きていくと思うんであの早く行った方がその生かせる期間がもっと長くなっていくっていうのもあるんで。うん そうですねあの。早く行ける準備ができてるなら、その英語とかですね。うん、準備ができてるなら早く行った方が、得られるものが、いろいろあるような気が、個人的にはしますね。うん、はい。では、最後ですが、えっと、大学院進学を考えている人に対して、テイクホームメッセージをお願いします。はい。えっ、ー、と、まあちょっと先ほどもお話しさせていただいたんですが、あのー、 研究って本来的には、まあ、政策を変えるとか、あのドクターの臨床を変えるっていう形で臨床に影響するもので、自分自身の診療が研究を通じて変わるっていうことは必ずしも多いわけじゃないと思うんですが、家庭医療に関して言えば、あのその研究を通して、えー、ケアが実際変わるかもしれない、まあ、その代わり、学んでいることが家庭医療学である。 必要があると思うんですけどあのそういったところがあるのであの、まあまあ、今回海外留学しかもまあ家庭医療学とかそういったことに関する、えー、お話っていうことだったと思うんですけど家庭医療学の海外留学あるいは海外の大学院に行くっていうことに関してはそういう意味であのおすすめしたいなという気がします。そのえー、より良いいケアをしたた思った時の えー、まあいろんな方法あると思うんですけどその方法の一つとしてぜひ考えていただけるといいのかなというふうに思っていますはい、加藤先生今日は貴重なお話ありがとうございましたありがとうございますはい、ありがとうございます結構大満足の <laughs> ありがとうございます小口 <laughs> さんはちなみにどちらに行かれるんですか えっと、私、秋からあの日野原フェローシップに採用していただいて、ハーバードに。ドのえっと、ベス・イスラエル・ディコーネス・メディカル・センターというところに医学教育のフェローで1年行かせていただきます。あ,あ,あ,あ、それは素晴らしいですね。ちょっと、恐ろしい限りですが。じゃあ、レコーディングを止めたいと思います。はい